バキバキバキごともじめつばきです。はい、今日はですね、千葉県の浦安の船宿さん富士急さんへやってまいりました。イエーイ。ということでですね、今日はオニカサゴを釣りにやっていきたいと思います。鬼って書いてある。鬼カサゴの鬼ですね。かわいい。鬼カサゴかな。風っぽい気もするけど、鬼カサゴかな。餌はこのサバを切ったものを使って、仕掛けはこのヨシキューさんの鬼カサゴの仕掛けを使います。18号のちょっと大きめな針です。それで、針先が中にクイッと入ったような針です。これは新宮さん、この宿さんの中に売ってました。で、重りは120号で、こんな大きな天秤をつけています。で、餌のサバは皮の黒い方からちょっとちょんがけすれば出来上がりです。それで棚は200メートルぐらいを狙うので、電動リールがおすすめです。ポイントに到着いたしました。海の上の富士山もめちゃめちゃ綺麗ですね。横の船のマークが太陽なので、なんか日の出のような感じも感じられますね。それでは早速やってみたいと思います。140m で止まったので、糸がちょっと巻いて、そこから 1m 付近を棚を調節しながら誘ったりとかいろいろしてみます。こまめに棚の砂取りは重要みたいな。まず、はい、この背びれのこれ、ここ全部、はい、先っちょだけ切っとけばいいから、溶けたけど。本当にちょっと毒があるんですか？そう、毒だけ今全部切るから。はい。で、サイズはどうなるんですか？すっげー痛い。すげー痛い。腫れ上がる。人によっちゃもうフラフラしちゃう。そんで、まず背びれ全部、はい、次に顔の周りに片側3箇所、合計6箇所なんだけど、目の下にこう、てん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 とこのトゲの列があるんですね。あ、はい。で、これの一番後ろ。トゲなんですね。これの一番後ろ。それと、この兜を選ぶため、裏の兜のところの一番後ろの2つ。で、ここ3つね、こう三角に。1、2、3。これも同じ、片側も同じ、このてん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 トゲの一番後ろ。それとこの兜の先に2つ。まだある。まだあるんですか？尻びれ、はい。これ、胸びれ、腹びれ、尻びれね。尻びれ、ここね、こうやってほら、引っ張り出すと、トゲ出てくるでしょ。そうですね。猫の爪みたく、うん、隠れてる、最初。猫の爪みたく隠れてる。これが、ここと、そのすぐ後ろ、ここに。ほら、もう一本。出てきた。ああ、ね、最初猫の爪みたいに隠れてる。はい。あとね、ここにも実はある。腹びれにも。これはもうほとんど川から出てくることないんだけど、
まあ、無理やりほら押してやるとほら出てくる、はい、うん、これも料理してる時とかにもし切って刺されてやばいから、ここもほら、うわー結構すごい、これね、だからこれでここに3本、ここに3本で6本、あとここに2本、これ両方1本1本2本、ここに1本2本で、ここ1本10本ね、それとあと背びれ全部、うん、分かりました、そうそうそう、ドクトゲは今のね、はい、とりあえず1匹良かったね、もうちょっと3段目で頑張ろう、釣れました、鬼傘ちょっとサイズアップ、まだ6度です。
だ。夢かさご。三匹目の夢かさご。ご視聴くださいましてありがとうございました。バイバーイ。